いますけど、舞祭りって子供が主役の踊りの祭りだよ、ふるさとの祭りだよって歌ってますけれども、こうやってね、大人のチームさんと子供たちが交流することもね目指しています。そして小柳文美さんね、いつも仲良くてね、坂東市に毎回駆けつけてくださっているよさこいチームさんです。それではかっこよく演舞していただきましょう。よろしくお願いします。気をつけ、レイ